特定抗争指定暴力団神戸山口組の組長の家に銃弾が撃ち込まれた事件。兵庫県警が対立する山口組の組長の名古屋にある自宅を家宅捜索しました。昭和区にある山口組の司忍こと篠田健一組長の自宅には、今日午前10時半ごろ兵庫県警の捜査員およそ50人が家宅捜索に入りました。今月5日、神戸市北区にある神戸山口組の組長の自宅に銃弾数発が撃ち込まれた事件では、建造物損壊の疑いで岐阜市の無職林裕二容疑者がおととい再逮捕されました。捜査関係者によりますと、林容疑者は神戸山口組と対立する山口組系の組員で、警察は林容疑者の関係先として篠田組長の自宅を捜索、抗争事件の可能性もあるとみて調べています。